1月28日木曜日の全国の天気をお伝えします。午後は天気の崩れるところが多くなりそうです。まずは天気図で確認していきましょう。日本付近を複数の低気圧や前線が通過していきます。このため午後は傘の出番となるところが増えそうです。それでは天気の分布予想です。大体お昼頃にかけては晴れるところが多くなると見ています。ただ午後になるとゆっくりと雲が増えていきます。九州では午後から傘の出番となっていきそうです。またその後夕方頃には中国四国地方でも雨が降り始めます。夜は北陸や東北、こちらでも雨や雪の降る予想です。関東や東海近畿地方でも午後ほど雨が降りやすくなりそうです。また西日本を中心に遅い時間帯には沿岸部ほど風が強まりそうです。強雨や雷雨の恐れもあるためご注意ください。気温は昼間は前日と同じ程度まで上がるところが多め、ただ夜になりますと西日本を中心にぐっと冷え込みます。山沿いを中心に夜は西日本でも雪の降るところがありそうですので、服装などにもお気をつけください。以上、木曜日のお天気でした。